ジャド・コルデロは MLB の元投手、カリフォルニア州アップランド出身、ウト右打ち、カリフォルニア州知能の,のドーン・アントニオ流行高校を卒業する際にサンディエゴ・パドレスからドラフト26巡目、指名を受けるが入団せず、カリフォルニア州立大学、フラトン校に入学する。カレッジワールドシリーズを4度制した強豪の同校野球部でコルデロは抑え投手となり、 3年間で12勝8敗34セーブを挙げて、チームを2度のカレッジワールドシリーズ出場へ導いた。人望が厚く、チームメイトから、チーフと、ニックネームが付けられた。2003年のドラフトでは、モントリオールエクスポズから1巡目で指名され、入団。マイナーリーグハイ A 級で19試合に登板すると、8月30日には AA、AA 級、トリプル A 級を飛ばして、メジャーデビューした。 ドラフト指名されたのは6月3日で、メジャーデビューまでは2ヶ月と27日しか経っていない。9月18日のメッツ戦でメジャー初セーブを記録している。2004年は開幕からミドルリリーフとして起用され、6月6日までに27試合に登板し、1勝1敗8ホールド、防御率2.18の成績を残した。この活躍を受け6月8日、 フランク・ロビンソン監督は、これでロを不調のロッキー・ビドルに代わるを抑えに指名した。抑え投手としての初セーブは6月19日のホワイトソックス戦。このシーズンは、球団新人記録を4セーブ上回る14セーブを上げた。チームがワシントン DC へ移転した2005年には47セーブを記録。これは1993年に、 ジョン・ウェッテランドが記録した43セーブを上回る球団新記録であり、この年のリーグ最多でもあった。また、6月の1ヶ月間で15セーブを上げ同月のメジャー最多記録に並ぶなど、記録ずくめの1年となった。オールスターゲームにも初選出されている。翌2006年のシーズン前に開催されたワールドベースボールクラシックでも、アメリカ合衆国代表に選出。 しかし大会終了後に開幕した MLB レギュラーシーズンでは前年からセーブ数を18減らし防御率も1.37悪化したが残留した2007年はシーズン序盤こそ病を患った祖母が心配で野球に集中できず15登板でセーブ失敗4防御率4.70と不振に陥ったものの見舞休暇から復帰後は61登板で33セーブ 防御率3.02と立ち直った。6月12日のオリオールズ戦でセーブを挙げ、フランシスコ・ロドリゲスに次いで、史上2番目の若さとなる25歳86日での通算100セーブを達成した。しかし、2008年は、肩の故障で6試合の登板に終わり、FA となった。2009年3月12日、シアトル・マリナーズとマイナー契約。 2010年6月引退したケングリフィージュニアに代わってメジャーに昇格し、2008年4月以来のメジャー登板を果たした。2011年はトロントブルージェイズのマイナー契約を結ぶが、メジャー昇格を果たせないまま6月20日に現役引退を表明した。持ち玉は速球、スライダー、チェンジアップ。速球の球速は平均90マイルパワー超。 最速でも95マイルパワーと抑え投手の中では決して速くはない。スライダーは曲がりが小さく鋭い。これらを請求よく投げ分けて打者を打ち取る。メジャー5年間の通算号、AO は0.66と、飛球で打ち取る割合が高い。ありがとうございます。